セイヤン。こんばんは、さだまさしでございます。600回も無事に終えまして、今夜もレコーディング中の軽井沢の某所にて淡々とお送りしようと、こういうわけでございますね。軽井沢も先週はたくさんの人で賑わっておりましたですけども、ゴールデンウィークが終わった途端にですね、もうみんな帰ってしまいましてね、もうこの間の先週の土曜日なんかはね、あの渋滞しちゃってね、道路が18号なんかもう本当にどうにもならないぐらいの渋滞だったんですけどね、今週は比較的スイスイと土曜日といえど車は通っていたようであります。今週も先週に引き続きまして11時30分からさだまさしの制約文学大賞に届いた皆さんからの600字の世界、600字の文学、これを紹介していこうと思います。さだまさしの西洋600と1回、今夜は軽井沢の某所から午前0時半まで、最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。さだまさしの西洋、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りします。頭の重いやつが一人いるでしょ、こう首振りながら話する、ああいう、あのいましたね、松本秀夫っていうのが、松本亀尾が、亀尾くんだって、あれでよく頭から落ちませんでしたよね僕だったら頭から行ってますよ、うん、特に行くよ、あいつは。あいつは50センチの高さから落ちても頭から行きますからね、よく立ってるというぐらいですからね、うん、あのゴルフのあのクラブのヘッドをですね、上に立てて人差し指に乗っけたみたいなあの生活してますからね、あいつは。どんな頭なんですか、重たいんじゃないかと。本当ね、元気で戻ってきてくれたっつんでね、本当にみんなほっとしたんですけども、ただ一つ残念なのはね、あの往年の平安高校野球部で鳴らしたあの甲州甲打、高層のね、高層種三拍子揃った一番ショート広田が、影を潜め、走れない、打てない、守れないという三拍子揃ったダメな選手になった、これだけですね。そうですね、昔は塁間の嵐と、うるさかったですもんね塁間でうるさかったうるさかったですね、塁間の嵐という、嵐と言われた私も、まあ、若干衰えましたけど、元気になって、まあ、要するに日常生活に何も支障があるわけじゃないし、そうですね、そういう意味じゃ本当にお前ら、もう本当ラッキーですね。いや、ラッキーというか運が強いね、だからもうこれからは、あまりいろんなことを恐れず、もう神様にもらった命だと思っていろんなことにチャレンジして、そうですね、もうどんな悪いことしても一緒ですからね。いや、悪いことしたいか悪いことしたいかいやいや、悪いことしたらいけないけれども、死んだ気でね、そうそう、死んだ気で、死んだ気になって一から出直せえ、うん、精進いたします。よし、はい、続きまして来週再来週お送りするセイヤングスペシャルのお知らせをしたいと思います。無事600回の放送を終えたサダは2週間ほどお休みをいただくことになりました。そこで来週再来週は普段とは違ったスペシャルパーソナリティ、スペシャルメニューでお送りいたします。来週はクイズの王子様こと文化放送のアナウンサー太田秀明君と豪華ゲストが送る特別企画、題してセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、ね、あなたの結婚観、身の回りの変わった夫婦、結婚して良かったこと悪かったこと、結婚についての名言格言、結婚式での変わったエピソード、ひどい結婚式のスピーチ、結婚式の嫌なことなど、皆さんのおはがきをお待ち申し上げております。岩戸神楽の始めより女ならでは世の明けぬ国という、でもやっぱり男の人は偉いですよ。男なんか偉かないんだよ。いや、偉いですよ。どこが偉いのよ。偉いじゃないのさ。どこが偉い、ひげが生えるもん、あんた男の人は。そして再来週の放送は深夜番組のパーソナリティとしては史上最年長、あの宇都宮よしえ師匠が送るセイヤングスペシャル、近頃の若いもんは、近頃の若いもんに対する不満苦情、若いもんから見た近頃の若いもん、そしてあなたが吉井師匠に解決してほしい悩み事など、こちらもおはがきをお待ち申し上げております。宛先は郵便番号 160-02 文化放送、セイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、あるいは近頃の若いもんは係まで。結婚ってなんだではあなたの結婚歴、また近頃の若いもんはにはあなたの年齢もぜひお書きくださいますように、たくさんのおはがきお待ちしています。いよいよこの後11時30分からさだまさしのセイヤング放送600回記念企画、600字文学大賞に届いた作品をご紹介していきたいと思います。先週に引き続き山下先生もスタンバイしております。それでは大阪名古屋の皆さんを待ちましょう。
川田清です。僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました。大自然を知っている人間はみんな元気、底力があるんだ。キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている。だから元気もりもり。キャラメルコーン大好きです。大地に生まれ、太陽に照らされ、雨に打たれ、立派に育った空豆は美味しいパフスナックになりました。物語を味わってください。空豆 100% スナック、空豆物語、東ハトから。さだまさしのせいや大阪毎日放送、そして名古屋東海ラジオでお聞きの皆さん、いらっしゃい。さだまさしでございます。先週に引き続きまして、今夜もですね、放送600回を記念いたしまして行いましたセイヤング600字文学大賞に応募してくださった皆さんの作品をたっぷりと楽しんでいただくこと、このように考えております。さだまさしのセイヤング601回になります。今夜は軽井沢某所からお送りしています。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハト製菓がお送りします。小林亜生です。みんな集まればビーノでパーティー。東ハトビーノは豆 100%、 いつでもどこでもうまい、うまい、いいのがいいの、東ハトビーノ。セリーは焼きイカが大好きだ。あ、ロバートの焼きイカが大好きだ。おお、マックスも焼きイカが大好きだ。みんな大好き、屋台の味の本格派、東ハト焼きイカ。焼きエビも大好きだ。さだまさしのセイエイエイヤー、さだまさしのセイヤング放送600回記念600字文学大賞発表ぴょーっ。事前にエコーがかかるこの軽井沢某所作品の応募総数376。先週も申し上げました通り、どの作品も本当にレベルが高く、また味わい深いものがあり、当選考委員会では何か一つを対象に選ぶということは難しいという結論に達しました。そこで、入選作を2編2編選びまして、そして、佳作を18編選んだわけでございますね。今夜も選考委員のお一人、山下安安先生に来てもらいました。山下先生、どうもご苦労様です。はい、いかがでしたかね。やっぱり先週も来ましたけどもね、本当に迷いましたね。本当でしたね。決められないですね。そうですね。ですから、まあ大体先週もお話をいたしましたようにですね、やっぱりあくまでこの、我々はラジオという媒体を通してこの文学作品というものを味わうという、つまり音で聞く文学ということでもってね、作品的には非常に優れても音にすると分かりにくいもの。そうですね、字面で素晴らしいのっていうのたくさんあったですけど、ね、ありましたね、うん、でもそういうものは外さざるを得なかったというね、まあそういう意味では、うん、ラジオというメディアね、これを目いっぱいに利用したものの方がうんとこの点数の方が上がったと、まあ、最も点数は作られません、好き嫌いですけどもね。今夜も先週同様、数ある応募作品の中からさだが気に留まった作品、なんかこう気を止めてしまった作品をお時間の許す限りご紹介してまいりたいと思います。では早速まいりましょう。常滑市木村幸代、イチョウの木に寄せて。うちの前に一本のイチョウが立っている。隣の奥さんに尋ねたら、随分と古い木らしい。何でもそこのおばあさんが子供の頃すでにかなり大きかったとか。生きていれば89歳というおばあさんの年から考えると、樹齢100年以上は間違いなかろうとのこと。すっくと立つ木陰の凛々しさ、嫁いで以来どれほどこの木に慰められたことか。
雲が行く、星がかかる、鳥が遊ぶ、その梢は大きな空に触っている。春、何もない枝の先に点々とにじみ出る萌木色のインク。ああそうか、やっとわかった。黄緑色が好きになったわけ。夏、ぐんぐんと空に向かって湧き起こる濃い緑のエネルギー、命そのものの歓喜の歌。朝の7時前から熊ゼミのコーラスの全力疾走。秋、黄金に染まる一冊の詩集。どのページにも懐かしい韻を踏んで、やがてはらりはらりと風に恋をして一人ずつ旅立つ小さな三角。冬、シルエットになった時計の針、私にファイトという。あれは私のライフウォッチ。歩け歩け、登れ登れ。やがてまた春。今朝、萌木色のインクが点々とこぼれているのを見つけた。私は明日も頑張れる。あの枝の先のように私も大きな何かにいつも触っていたいから。もうこれなんかはね、詩というか散文と言いますかね。なかなかそうですね、自分家の木でもないのにね、自分家の木でもないのにっていうのは妙な言い方ですけど、近くのね、うちの木なのにね。でも木を見ると本当こういう気持ちになりますよね。そうなんですね、この季節感ね、非常によく出てますし、それがなんかこう自分の、生活もう極めて主婦らしい自分なりの生活感、背伸びもせずね、かといって後ろに下がるわけでもなしというね、これがなかなか好感持てた作品でしたね。木村幸男さん、常滑市のイチョウの木に寄せて、これは佳作に選ばれた作品であります。それから中野区の小山純子、先週もですね、佳作に一つ選ばれた作品があったんです。先週はトウモロコシだったんですかね。今週はこの前金魚という作品をね、ちょっと読んでみたいと思います。これもね、先週のものに、負けず劣らず素晴らしい、作品であります。縁日の金魚すくいで息子がすくってきた小さな金魚が一匹、物置から引っ張り出してきた小さな水槽の中でひらひら泳ぐ。妙に夫が可愛がり、3年も経つと10センチを超すほどの大きさになり、時折その鼻先をゴンとぶつけたりしている。人が近づくと餌をくれると思うのか、水面に口を出しプチュプチュと愛想を振りまく。夫は、おおよしよし、そんなに嬉しいか金ちゃん、お前だけだよ、父さんが帰ってくるのを歓迎してくれるのは。嬉しそうに餌をやるのが毎晩の日課。お父さんは金魚が好きだ。しかし少し大きくなりすぎたこの金魚、考えてみるとこの狭い水槽の中で一生を暮らすとしたら、なんと孤独で窮屈なことか。考えに考え抜いた末、我が家の引っ越しを機に金ちゃんを公園の池に放すことになった。夫は自転車の荷台に水槽をくりつけ、意を決した面持ちで出かけていったが、しばらくして背中に羽を上げながら金ちゃんと共にご帰還。ダメだ、ひもや公園はアヒルがいるわ、やめた方がいい、清水池公園は釣りをやってるやつがいるんだ。というわけで結局新しい住処はご近所の家の庭先にある池ということに落ち着いた。ここなら仲間も2匹いる。あれから1年、久々に訪ねて驚いた。なんと池の中には小さな小さな金魚が数匹増えていた。山下さんどうですか。いいですね、この素晴らしい短編小説に仕上がってますね。お父さんの情景もよく見えますね。お父さんのね、このなんというか可愛らしいね。そうですね、この金魚思いの、金魚思い、金魚思い、いやいやいや、いやいや、金魚思いだよね。ね、うん、私もね、うん、飼ってる亀をねお寺の、池に放そうと思ったんですけどね、やっぱ放せなかったですよ。野良猫がいっぱいいまして。はあ、猫っていうのは亀食べるんですか。あれこうやるんじゃないですかね。いや、こうってラジオでそんなこと。よく見てください、こうですよ、手でね、いやだけどなんですよ、亀戸天神ではですね、近所の人が緑亀を池に放すもんですからね、生態系が変わりましてね、
緑亀って大きくなるんですよ。あれね、どう猛ですしね、ほいで和亀、はい、あの元来亀戸天満宮の池に住んでいる、亀戸天神の池に住んでいる亀がですね、とろいんだこれが。亀はとろいでしょ、ね、こんなバタバタした亀がいないでしょ。同じとろいでもものすごいとろいのと、わかる、割ととろいのといるじゃないですか。います、います。でこの、この緑亀っつうのは ねでっかくなるんですよ。口は大きいしね。ああそうなんですか。で行動も早いんですよ、餌をポンと投げるとね、もうそこにたどり着くのは緑亀、アメリカから来た緑亀、これがですね、ですから衰弱死するんですよ、ワガメが。ワガメがね、だからね、うっかりね、自分家の生き物ってものをね、そう簡単によそへ放すってことをこれ考えもんですね。ああなるほど、ね、だから何ですよ、飼ってたワニがでっかくなりすぎたんでさ、マンホールに逃がしちゃってワニがマンホールで生きてたなんて話があるかな、実際に。まあそういう実際のエピソードを元にしてね、あの映画なんかできたりしましたからね、まあ本当に。でもこのお父さんの気持ちわかるね。そうですね、いい住処が見つかってよ、はい、続いてはね、市川市のね、井倉菊雄の作品ですね、少年と象。これ私も好きな作品なんですけどね、佳作の作品を今、皆さんと一緒に鑑賞しております。少年は木の枝で作った釣り竿を川に投げ込み、家族7人分の食事となるべき獲物を狙っていた。昨日の雨で川が濁っているせいか、ヘラブナに似た魚が2匹とナマズが1匹だけ少年の足元に無造作に置かれていた。いくら頑張ってもこれ以上の収穫は望めそうもなかったが、このまま帰るわけにはいかない。この国では一家全員の食料を男が毎日調達してくる習慣があり、彼の家族は父親を除いて男は彼一人であった。その父親は昨日野牛に襲われて重傷を負った。だから彼一人で家族みんなが満足するだけのものを持って行かなければならなかった。その少年から5メートルほど下流のところにいきなり親子の象が現れた。親の象がまず水の中にザブンと入り、長い鼻をホースのようにして自分の子供に水をかけてやった。少年は釣り針が象の体に引っかからないよう注意し、そっと竿をしまい、その場に座り込んだ。象に踏みつぶされた人間を少年は何人も知っていた。だが家で寝ている父親と家族を思うと、ここを離れるわけにはいかなかった。象は気分よく水浴びを終えると、鼻で水の中をまさぐり始めた。次の瞬間、40センチはあろうかという魚をその長い鼻で掴んで少年の足元に放り投げた。やがて少年の足元は食べきれないほどの魚で埋まっていった。山下先生、これ600字の世界じゃないですよね。とは思えないほどね、ぐらい広がりと風景が、考えさせられるものがあります、なんともね、この本当にこれで600字って言いたいようなね。そうですね、素晴らしい作品。このような作品がね、目白押し。そうですね、おじさん驚いちゃった。お知らせ行ってみましょう。さて問題です。トーハトポテコを食べると全世界が平和になる。トーハトポテコを食べると鳩からハンカチが出る。トーハトポテコを食べると総理大臣と友達になれる。それでも美味しいアイダホポテトなスナック、トーハトポテコ。さて問題です。トーハト投げ輪を食べると億万長者になれる。トーハト投げ輪を食べると犬がニョンと鳴く。トーハト投げ輪を食べると土星の輪の上でスケートができる。それでも美味しいリングなポテトスナック、トーハト投げ輪。さて問題です。トーハとカラプルコを食べると宇宙人の家にホームステイできる。トーハとカラプルコを食べると空から1万円札が降ってくる。トーハとカラプルコを食べるとパパがいい男になる。それでも辛くて美味しいリングなポテト、トーハとカラプルコ。さだまさしのせいやさて、600回を記念いたしましてですね、皆様に寄せていただいた600字文学大賞、まあ結局ですね、大賞一作を決めるのは不可能ということでもって、入賞が2編、そして佳作18編、
合計ですね、20編を選びまして、先週今週とに分けてですね、我々一緒に楽しんでおります。続々と行ってまいりたいと思います。今度は小説ですね、これははっきり本人が小説と書いてありますから、作り話であります。栃木県足利市の鈴木恵子、灼熱地獄。暑い、焼けつくように暑い。この夏の東京は例年にない異常気象のせいで最高気温38度が今日で連続20日目を記録した。クーラーの使いすぎで電力会社はパンク状態、冷房機の故障続出、あらゆる家庭で会社で扇風機やらうちわまでもフル活用された。そうしなければ絞るような汗とボーっとなる頭をどうすることもできなくなっていた。一番の問題は水だ。暑い上晴天続きでダムがあと少しでカラカラに干上がるという。飲み物会社は在庫分を一気に出す。ビール、サイダー、ウーロン茶、おいしい水などありとあらゆる飲み物が飛ぶように売れる。店も自動販売機も品切れ、補充を繰り返す毎日だ。一方値段の方は缶ジュース1本110円が80円に引き下げられた。自販機で使用できるお金も従来の100円玉、500円玉、10円、50円、そして1000円札に加え5円玉と1円玉も使用できるようにした。飲料水不足で困る人が続出しないためだ。3日たち、5日たち、1週間が過ぎたが雨は一向に降らない。水道水もとうとう1日2時間しか使えなく、冷えています。そう書かれた自動販売機の下で100万円を握りしめた男が息絶えていた。その夜、記録的な大雨が東京地方を襲った。このような作品なんですがね、うん、山下先生どうですか、これ100万円、まあ、かなり強引な設定ではあるけれどもね、100万円持ってそこによっぽど金持ちだったのかね、どっかで両替してもらうこともできなかった。そうですね、喉乾いたんだろうね。喉が乾いて死ぬってのは辛いだろうね。これはね、やっぱり何が辛いって、一にやっぱりの喉の渇きじゃないかな、二に眠気じゃないかな。喉が渇きすぎたら眠れないんじゃない、やっぱ一に眠気、二に喉の渇きか、なるほどな。喉の渇き、灼熱地獄、まあ、こういうことのないようにね、一つ。でもありえそうですね、これ。ありそうな話ですよ。ね、十分に。まあ、日本みたいにね、こう水に恵まれた国は、本当に世界中探してもそうはないですからね。我々は水に対してちょっと思い上がってるところがありますから。そうですね。まあ、かくいう私もね、水道水っていうのはもう、ひねればいくらでも出てくるっていう錯覚が自分の中にありましてね、中国で撮影をしてる最中に顔を洗うときにね、歯磨く最中に、中国でね、水を出しっぱなしにして、まあ、これは中水ですから、浄水じゃないですから、飲める水じゃもちろんないんですけども、それでもジャーッと流してた絵がね、NHK テレビに映りましたらね、すぐ抗議の電話が入ったそうですよ。ああ、なるほど、なんだあれは。私なんかシャンプーしながら途中で水が止まったってことありますからね、中国で。ありました、悲惨でしたね。ありましたね。そのままでしたけどね、だから中国ではまずお湯を溜めてね。そうですね、それから洗わないとね大変なことに3度目に遭うという、で、石灰分含んでますんでね、髪がバサバサになりますさあ、続いての作品は東京都立川市の酒井慶次郎、ね、酒井慶次郎天使的なるという、こういうタイトルが出てる。タイトルがいいですね。天使的なる、男女両方にモテてそれでいて憎めない男がいるものです。 Y 君がそんな男でした。僕らモテない男たちはある日 Y 君にモテる秘訣を聞くことにしました。Y 君は言いました。今僕は天使のアルバイトをやってるんだ。天使のアルバイト？ちょっと前に求人案内に天使募集ってのがあって、面接受けたら採用されちゃってさ。彼は上着の襟から光る輪を覗かせました。本当はこれを頭に乗せなくちゃいけないんだけど、恥ずかしいからごまかしてるんだ。向こう1年間はみんなを幸せにすることが僕の仕事で、みんなの幸せが天使としての給料なんだって。僕がモテるっていうのはそういうことだと思うよ。でもこのアルバイトは期限は1年間限りで、二度やることはできないんだって。その後 Y 君は一人の女の子と付き合い始めました。もちろんそのために失恋した子もいましたが、彼らを恨む声は上がらず、かえって皆が祝福していました。しかし僕たちには懸念がありました。1年後、
Y 君が天使で亡くなった瞬間、あのカップルは別れてしまうのではないか。ところがそんな心配をよそに、1年経っても2人は仲良しなのです。僕らは不思議に思いました。そんな時初めて僕たちは気づいたのです。 Y 君の彼女の頭の上に光り輝く輪があることを。あと1年は大丈夫だ、僕たちはそう思って胸を撫で下ろしました。あ、山下さん、どうですか。天使的な。まずね、うん、この作品で一番好きだなと思ったのが、一行なんですけどね、人の幸せが自分の給料っていう、これはいいね、僕も気に入ったね。このね、天使に給料があるとしたらね、その変化っていうところの目の付け方がいいね。みんなの幸せの天使としての給料だ、なるほどな。お金も欲しいですね。でもいやいやいや、金は欲しいよ。金は欲しいけれどもや。けれどもね、ね、お前はだから天使にはなれないんだ。天使無理ですね。着眼がいいですね。着眼点がいいね。それであの、またさらにね、これの面白さっていうのは、彼女が翌年天使のアルバイトをしてるのはいいんだけど、読んだ俺たちにさ、再来年はどうなるんだろうっていうさ、その不安感を抱かせて終わるってところがね、でもあまり不安ではないんだよね、きっとどうにかやっていくんじゃないか、気がするね。まあ少なくともみんなの幸せが給料、それでも構わないかなんて言われて、構わないなんていうアルバイトしてる二人ですから、うまくいくんじゃないですか。そうですね。さあ続いては畑中隆二もやはりさすがですね。先週名前がなかったんでヒヤッと本人もしてたんじゃないかと思いますけどね、今週ちゃんと入っております、鎌倉市の畑中隆二。しかし畑中ちょっと力みすぎという感じがありましたですよ。あの普段のこの短い、もうこいつはね、だから僕がさっき言ったようにね、小さなハガキの中のエッセイのね、字数に慣れちゃってね、薄まっちゃってるんだよ。薄まっちゃって、この作品もね、きっとね、どっか薄まってるところがあるかもしれない。これは畑中にはね、反省しながら聞いてもらおうと思うんですがね。スペシウム光線。道を歩いていたら、向こうから元気に走ってきた男の子が僕を見て突然手をクロスしてスペシウム光線を打ってきた。僕はなんだかわからないけれど、ここは乗らざるを得ないと思い、わあと言って胸を押さえてやられてみせた。すると男の子は得意そうな顔をして意気揚々とめちゃくちゃなフォームで走り去っていった。いいなあ、ヒーローへの夢と憧れでいっぱいなんだな。僕も思い出すよ、ウルトラマンごっこ、仮面ライダーごっこ、スペシウム光線にライダーキック、いつでもかっこいいヒーローになれたものさ。必殺技もバッチリだったぜ。子供の世界は無邪気で真剣で完結している。区別された冷めた自分なんてないから、いつでも何にでも完璧になれる。少年よ、君のスペシウム光線は見事僕に命中したんだ。僕のこの胸のそのずっと奥の懐かしい子供心に当たったんだ。君もいつか大人になってどこかの少年のスペシウム光線を胸に受けることがあるのだろうか。君のその無邪気な心はその時にまた蘇るだろうか。このスペシウム光線にやられるのが大変上手な広田康永さんに意見を伺ってみたいと思いますけどね。よくわかりますね、これね。よくわかりますね。乗ってしまいますよね、やっぱり ね、ライダーキックとか言われると、でもやってましたからね、これ好きですね。今でもありますね。今でもあるね。僕なんかプロレスの会場行って、帰りがけは電信柱にラリアートしますからね。ああ、やっぱりやばいね。そういうのってありますよね。おっさんいくつやん。うちの若いのは言ってたぞ、山下さんと一緒に飲みたくないんですって。なんでだって聞いたらね、すぐ技をかけるの。山下さんはね、かけられて喜びますからね。そう、これ楽ですよ。不思議ですね。あのプロレスファンっていうのは、どっかやっぱりマゾヒスティックなとこあるのかもしれないな。いたたた、これは聞いてるって喜んでる。そうなんですよね。不思議だよね、あれね。これよく分かりましたね、今のね。そうですね。さだまさしのせいえいえいや。まあここまで読んできましたけど、なかなか優れたものが大したものですね。大したものがありますね。びっくりですよね。ねえ、これさっき指摘がありましたけどね、やっぱ畑中さんのやつっていうのはやっぱり
力みすぎっていうのは選考会の時にもちょっと出てましたですね。もう元々彼の目の付けどころってのはとってもさ、この番組でも評価してきたとこだけどもさ、でもやっぱり彼自身が俺が大賞を取らなくてどうするんだってやっぱり力みあったんじゃないかな、ちょっと大きかったんですかね振りが。やっぱりどっちかっていうと振りが大きくて、その彼本来のこの当てていくスイングっていうのはできてなくてね、なるほど、大物狙いに行ったのかもしれませんね、さあここで来週再来週のお送りするセイヤングスペシャルのお知らせをさせていただこうと思います。無事600回放送を終えたさだは2週間ほどお休みを頂戴することになりました。そこで来週再来週は普段とは違ったスペシャルパーソナリティスペシャルメニューでお送りする予定です。まず来週はクイズの王子様こと文化放送アナウンサー太田秀明君と豪華ゲストが送る特別企画、題してセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、ね、あなたの結婚観、身の回りの変わった夫婦、結婚して良かったこと悪かったこと、結婚にまつわる名言格言、結婚式での変わったエピソード、ひどかった結婚式のスピーチ、皆さんからのおはがきなどをいただきたいと思います。大体日の本は岩戸神楽の始めより女ならでは世の明け抜くにという。でもやっぱり男の人は偉いです。男なんか偉かないんだよ。いや偉いですよ。どこが偉いのよ。偉いじゃないのさ。どこが偉い。ひげが生えるもん、あんた男の人は。そして再来週の放送は深夜番組のパーソナリティとしては史上最年長、あの宇都宮よしえ師匠が送るセイヤングスペシャル、近頃の若いもんは、近頃の若いもんに対する不平不満苦情、若いもんから見た近頃の若いもん、そしてあなたが吉江師匠に解決してほしい悩み事など、こちらもおはがきをお待ちしていますよ。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、セイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、または近頃の若いもんは係までです。結婚ってなんだではあなたの結婚歴、そして近頃の若いもんはにはあなたの年齢もぜひお書きくださいませ。たくさんのおはがきお待ちしています。さだまさしのセイヤング、この時間はハートも美味しい東波と聖火がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。さだまさしのセイヤング、岩手の皆さんいらっしゃい。さだまさしでございます。今夜も先週に引き続きまして、放送600回記念として行いました600字文学大賞の作品をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。さだまさしのセイヤング第601回になりました。今夜は軽井沢某所からお送りしています。この時間はおなじみこのコーナー、80秒間世界一周。すごいので送ってくれましたね。これニュージーランドって書いてあります、マウントクック、ニュージーランズハイエストマウンテインって書いてありますね、これは絵というものに、最終兵器犬子さん、金沢市の方でございますね。いたです。おお、このような音がしたんです。いつもはこの、うまいな。いつもはこのコーナーになると海外行ける人はいいやね、ふん、と悲願でましたが、そんな私もとうとう外国に来てしまいました。ニュージーランドザンス。今は4月13日午後9時28分、日本時間午後6時28分です。今日はテカポコとマウントクックを見ました。テカポコはミルキーブルーの湖で、そこから流れ出ている川まで同じ色なので、まあお風呂のようなどと思ってしまいました。本当に白と青の絵の具を混ぜたような色をしているんですから、さすが外国ってなもんです。今回はツアーで来ているのでとっても楽させてもらってますが、これが個人で行くとなると大変なんだろうなと思うわけです。まああと4日楽しんでこようと思います。それでは。ああいいね、ニュージーランドのこの蝶々のね、ニュージーランドっぽいこの、おいいですね、最近は何でも送れるっていうのは結構なことですね、海外にもこの木のハガキっていうのはあるんだね、ね、うん、木の香りが
いたしませんけどね。どうやそうか、このコーナーで皆さんからの海外旅行に関する思い出のおはがきをお待ち申し上げております。採用させていただいた方にはセイヤングオリジナルソックスをお送りします。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング80秒間世界一周の係までです。お便りお待ちしています。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。誰も見てないな。大丈夫。男たちは AB ロードを取り出した。早くしよう。 FIT ページだ。格安航空券、レンタカーの予約、ホテルの予約。 FIT は自分で作る旅のページ、格安航空券など役立つ情報満載。男たちは有給休暇取ってアメリカでゴルフしちゃうの。 AB ロード、好評発売中。新人、お前将来どんなにすんねん。いずれは独立したいっす、赤井先輩。そうか、せっかくガテン見てきたんやしな。はい。よっしゃ、わしがお前の会社の社長になったるわ。いつかは独立したいあなたにも、ガテンにはいい職場がいっぱい載っています。団体旅行や大丈夫。吉岡君、マンボとか全員で食事なんて彼のよう。飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーが。嘘。吉岡君、テレビロード。吉岡君、課長、来月休ませてください。何？飛行機とホテルだけのシンプルなパッケージツアーも満載。テレビロード、好評発売中。さだまさしのセイエイエイヤー。さだまさしのセイヤング放送600回記念、600字文学大賞の作品の発表に参りたいんですがね、先週もお話しいたしましたように応募作品が376点。うん、どれもこれも甲乙つけがたくですね、どれか一つの作品を対象という決め方をしてはいけないと、懐かしい判断いたしましてね、そこで今夜も皆さんの力作の中から佐田が気にかかった作品、ね、もうずっと紹介してまいりましてね、佳作を紹介して最後にね、入選作、先週と今週一編ずつありますけどもね、これを最後にまた お届けしようと思います。なおコメンテーターといたしまして、選考委員の中で一番文学に造詣の深い山下安安先生と、最も文学に造詣の浅井弘隆君にも参加していただいております。手に負えません、私。いいなあ、その辺の、その明るさがいいな。山下先生、一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、これはですね、佳作の作品の中ではですね、最年少ですね、足立区の小坂慎一郎、小学校6年生、11歳の作品です。我が輩は鉛筆である。どうかな、小学校6年にして我が輩は猫である、読んだのかと思ったらヒヤッとしますけどもね。我が輩は小坂慎一郎に使われている鉛筆だ。授業中僕はこの人にいろんなことで使われる。だけどこの人ってやつは字を上手に書けば書けるのに下手に書くんだよね。先生の話も聞かずに僕と消しゴムくんとで遊んでる時がよくあるんだ。この頃20分休みは外に行ってしまう。おかげで僕はつまらない。時々僕をポケットに入れたままでちょっと乱暴だな。家に帰ってもすぐに僕を使わないで寝る間際になってからじゃないとやらない人なんだよね。それも僕を使ってくれるのはほんの10分か20分ぐらいで終わってしまうんだ。時々絵や漫画を描いている。この人は尖ったのしか使わない。僕はいつも手で削られている。機械で削られるより気持ちがいいな。だけど小坂は頑張るときは夜遅くまで考えているんだよ。布団を敷きながらも勉強してるんだぞ。僕はだいたいあのシャープペンシルが気に入らないな。あのカチャカチャカチャの音は頭狂いそうだ。小坂も少し使ってるみたいだけれど、いっぱい使ってるやつは気に入らないな。僕たち鉛筆はチビなほど鍛えられた鉛筆、伸びてるやつは新米だ。小坂はチビまで使う時もあるけど、あまり使わないうちにポイなんてことも少し。それに踏んだりされて頭の黒い部分が折れて迷惑な時もある。小坂はちょっと陰気だけど根は明るいやつなんだ。それに優しいんだぞ。ちょっと文句も多いけど楽しいところもあるやつだよ。それに親切だよ。小坂。どうかな、山下先生。これはですね、まず何と言ってもですね、最初の一行が太い。太いね。太いですね。そりゃそうだろう。我が輩は鉛筆である。あ、我が輩は小坂慎一郎に使われている鉛筆だ。太いですね。まあ率直というかね。率直ですね。わかりやすい。でしかもちびたやつが鍛えられているっていう、あの辺の感覚は、ちびなほど鍛えられた鉛筆、伸びてるやつは新米だ。
その辺の感性は素晴らしいです、ね、素晴らしいですね。第一その、第三者の目で自分を見ておりますね。ところがだんだん書いてるうちになんだか自分鉛筆の目で自分を見てるうちになんだか俺は情けないやつだなって思ったんだろうな。それでなんかそんなにそんなに悪いやつじゃないぞって、うん、この心に入っちゃってるもんね、うん、そうきっかけはね、うん、小坂はちょっと陰気だけど根は明るいやつなんだっていうもうフォローに入っちゃってる。もうねもうフォローに入った時にね、うん、明るいやつっていうだけじゃなんか自分をね、うん、ちゃんと言ってないなと思ったんだよ、うん、優しいんだぞっていう、うん、でもうそっから先はですねもう、うん、ほとんど自己弁護になってる、うん、それでもちょっと文句も多いけど楽しいところもあるやつだよってうんうん、それに親切だよっていう最後の一言っていうのは鉛筆に任せてらんなくなったんだ、うん、そう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 、ね、自分のことがね、そう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 、うん、で最後は鉛筆に言い聞かせてるって感じがあるあーいい、あーなかなかいい、これはねしかし小学校6年生でこれだけのものが書ければ山下先生大したもんですね、大したもんですね、間際なんて漢字で書いてますね、そうそう、それにね字は上手なんだよ、うんね、読みやすくてね、ね、小坂慎一郎の我が輩は鉛筆である、見事家宅に選ばれました。さあ続いて、家宅に選ばれました上野京子、東村山市、味のある顔。娘は卒業式にみんなで撮った写真を見ながらため息をついていた。母は不思議そうに覗き込む。どうしたの？私って冴えない顔してると思わない？母はそれは隣にいる子の方が美人だけどと言いかかって慌てて口を押さえる。娘は母が考えていることを察知し二度目のため息。そうじゃなくて私の顔は味がないなって言ってるの。味ね。母の方はちょっと考えてこんな話をした。人間の顔ってね、もちろん親の遺伝もあるけど顔の層は自分で作っていくものなんだよ。例えば指名手配の写真は良くない顔が多いでしょう。悪いことしてればああいう嫌な顔になっちゃう。反対にみんな優しい人や苦しくても我慢する強い人は味のあるいい顔してるでしょう。あなたはまだ16歳なんだから大して大きい壁もなくてなんとなく生きてきたのよ。これから大変なことがたくさんあっても泣いたり笑ったりしながら乗り越えていけば自然に自分の顔というものが作られていくわよ。いろんな経験をしなさい。娘は母を改めて見つめた。微笑んだその顔はたくさんの壁を乗り越えた顔だった。娘は一番近いところにいる一番のお手本に気がついた。お母さん、いい顔してるよ。母は照れくさそうに、そう？と言った。山下さん、どうですか、うん、この作品なら。母と。そうですね。うん、まあ、それは、マッサンを見てればわかるでしょう。マッサンをね。ね。グレープ時代の、嫌な顔さだまさしの顔と、今のさだまさしの顔は、やっぱり、だいぶ味が変わってきましたよね。あの頃っつうのは、なんだか、なんかこう、見つめるものっつうのが、こう、幅がやっぱり狭いよね。でもあの頃の方が、こう、背筋は張ってたような気がするけどね。うん、俺はここへ行くんだっていうね、今違うもん、いろんなこれもありあれもありっていうの分かってくると、うん、あそれもありやね、うん、それもあんや、うん、辛いやろ、もうえらいこっちゃ特にもう借金してからはあんたもうむちゃくちゃれんやな、もう。さあ、次の作品に行きたいと思いますけどね。所沢市の下沢節子さん45歳、金魚の浴衣。35年も前の子供の頃、夏休みになると田舎のない私は夜になると町内会の盆踊りへ行くことだけが楽しみな小学生でした。9人家族で子供が7人、日々の暮らしは大変厳しく貧乏人の子だくさんに近かったのです。父は根っからの江戸っ子、宵越しの銭は持たないといった風でしたから、その分母が苦労したことは言うまでもありませんでした。そんな母が毎晩楽しみに盆踊りへ行く妹と私のために浴衣を縫ってくれたのです。白地に朱色の金魚が元気よく泳いでいる柄でした。その金魚の浴衣を夕食が終わってから着せてもらえることがどんなに嬉しく待ち遠しかったことか。現在中学2年になった娘が幼稚園児だった頃、その金魚の浴衣が実家から私の手元に戻ってきました。
懐かしい思い出のこもるその浴衣は白地が黄ばんで、朱色の 金魚も心なしか元気がないように見えました。その頃娘が七夕祭りで浴衣を着ることになったのです。なんとか娘にその浴衣を着せたくて、黄ばんだ浴衣を漂白し、ほころびを直しました。七夕祭りの当日、娘は見事によみがえった浴衣の袖をひらひらさせ、一生懸命踊っていました。その姿を見ながら苦労して作ってくれた今は亡き母に感謝し、私自身母親としての喜びも感じずにはいられませんでした。その娘も今は中学2年生、あれ欲しいこれ買ってと贅沢三昧、困ったものです。まあ、これはエッセイというんですかね、山下です。そうですね、あの極めて個人的な思い出を綴ったものなんですけどもね。でもこの、この筆者のね、自分のお母さんが苦しい中で一生懸命作ってくれた浴衣が出てきた、それを自分の娘にも着せたいっていう、このバトンタッチっていうのかな、ですね、うん、この心っていうのがね、ある種の我々に感動を与えますですね。そうですね。さあこの後はいよいよ入選作品をご紹介します。お知らせです。せっかくハワイでハネムーンなんだから。でもパッケージツアーだよ。ホテルは海の見えるスイート、もちろんハレクラニカロイヤルハワイアンね。飛行機は羽田発でビジネスクラス。わがままなやつ、結婚やめようかな。パッケージツアーでもこんなことができる AB ロード、エアラインやホテルの指定などわがままにツアーが選べます。 AB ロード好評発売中。おい新人、せっかくガテン見てきたんやから、手に職つけなあかんで、何でもわしに聞くんや。そうすか赤井先輩、金槌はどう持てばいいんすか。手で持たんかい。手で手に職つけたいあなたにも、ガテンにはいい職場がいっぱい載っています。ガテン。最後のコーナーは青山カフェのお時間ですけどもね、この青山カフェで、先週今週とですね、この600字文学大賞の入選作品を一編ずつ読ませていただいてます。今週のね、作品は僕が今回の中でね、一番こう気に入ったっていうかね、あのモチーフそのものがね、短編小説としてのその風格を備えてるんですね。これは要するに、この人が文体をきちんと作りですね、そしてもうちょっとこれに装飾を施してしまえばですね、例えて言うとあの芥川のですね、芥川龍之介のみかんという短編がありますが、あのみかんという短編に非常に近いある種の感動というものをですね、与えてくれる作品ではないかと私高く評価をしております。東京都大田区のですね、島田博一さんの桜、これを2つ目の入選作に選びました。それでは、味わってみたいと思います。春花咲く、子供春知る、手帳にこの走り書きをして10年が過ぎた。その年は例年になく寒い春で、桜はつぼみのまま入学のシーズンを迎えていた。大学の入試に失敗した私は、薄い灰色が広がる何ともはっきりしない寒空の下、図書館に向かっていた。川を埋め立てて作った細長い公園を通るのがいつもの道順だった。それだけに余計自分の情けなさ、不甲斐なさが感じられた。公園にはほとんど人影はなく、春めいたものなど何もなかった。昔は橋だった下を潜る。その上には産業道路が走っており、トンネルのようになっている。出口に女の子二人遊んでいた。邪魔だなと思いながら通り過ぎようとした時、せーのーという掛け声とともに桜の花びらがハラハラと降ってきた。どこから集めてきたのだろう。少女らは私の驚いた顔を見て喜び、新しい桜の花を集めるために駆け出した。足元にある花びらから被害者は私一人ではなさそうだ。彼女たちの笑顔を思い出しながら、私はポケットから手を出すことにした。まあ、この作品なんですかね、山下先生いかがでしょうか。この最後の一行どうですか。私はポケットから手を出すことにした。手に負えないですね。
手に負えないですね。いや、しかしあのいろいろな作品がたくさん来てました。もちろんあの、島田裕和さん自身がね、今これを僕が朗読するのを聞いて、なんだあそこでなんであんなヘマなこと書いちゃったんだろうなんていう部分がね、何箇所があるだろうなということは、想像に難くないんですけれどね、もうちょっとこのところの描写が、これも600字という制約の中でね、どうにかまとめなければいけないということから、言い過ぎたり言い足りなかったりというね、まあこの制約の中で何かをやるというのは大変なことですけれどね、まあこれだけの書き手を抱えているということはね、我々の番組もこれ安泰だな、これ安泰ですね。画期的が多い、画期的な番組とでも言うんですかね、おじさんっぽい。あ、いいな。ようやく生き生きしてきましたね。いいですね。苦しい。どうですかね、やっぱり総評としては。総評としてさっきも出てましたけどね、やっぱ600字って難しいですよね。本当だね。ってことはやっぱり最初の一行で、読ませなきゃ、まあ小説ってみんなそう、みんなそうでしょうけど、特にその特に最初の一行が、最初の一行の重さというだけではなく、全体を仕切るリズムまで作ってしまうことは間違いないですね。そうですね。そうですね。だからまあ全体のリズム感のいいものというのは、途中で、あ、もうちょっとこうしたらいいなという先もあったにもかかわらず、あの佳作に選んだり、それから入選に選んだりしたのは、実はそういう、それから耳で聞くということが一つありましたんで ね、でね、朗読っていいですね。うん、やはりね、あの自分で読んでた時の感じ方と、うん、今こうやって朗読を聞いてるので、うん、またちょっと世界が違いますね。違いますね、うん、これは本当に不思議なもんですよね。音にして聞く600字文学大賞、佳作に選ばれた方にはセイヤングオリジナル T シャツ、それからトレーナー、ソックス、おはがきセット、それから今後も頑張っていただきたいという願いを込めて文化放送の原稿用紙、これをですね、さあ差し上げることになっています。それから、お二人選ばれました入選作品の方にはですね、佳作の方に差し上げた全プレゼントの他にですね、さだまさしのセイヤング文学大賞の賞状を、入選作という賞状をお送りすることに、したいと思います。本当にたくさんの応募ありがとうございました。376通の6作品の応募、どれもこれも捨てがたいものがありました。もちろんこれが、これを選びましたのは、ひとえに私どものスタッフの独断と偏見によって選びましたので、別にこれに漏れたからといって文学的な価値が劣るとか、選ばれたからといって優れているとか、必ずしもそういう一つの価値基準にはなり得ないということも、この老婆心ながら付け加えさせていただいて、皆様のおかげで盛り上げていただきました600回記念の600字文学大賞の発表を終わらせていただこうかと存じます。無事600回放送を終えたさだは2週間ほどお休みを頂戴することになりました。そこで来週再来週は普段とは違ったスペシャルパーソナリティスペシャルメニューでお送りする予定です。まず来週はクイズの王子様こと文化放送アナウンサー太田秀明君と豪華ゲストが送る特別企画、題してセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、ね、あなたの結婚観、身の回りの変わった夫婦、結婚して良かったこと悪かったこと、結婚にまつわる名言格言、結婚式での変わったエピソード、ひどかった結婚式のスピーチ、皆さんからのおはがきなどをいただきたいと思います。大体日の本は岩戸神楽の始めより、女ならでは世の明けぬ国という。でもやっぱり男の人は偉いです。男なんか偉かないんだよ。偉いですよ。どこが偉いのよ。偉いじゃないのさ。どこが偉い。ひげが生えるもん、あんた男の人は。そして再来週の放送は深夜番組のパーソナリティとしては史上最年長、あの宇都宮芳恵師匠が送るセイヤングスペシャル、近頃の若いもんは、近頃の若いもんに対する不平不満苦情、若いもんから見た近頃の若いもん、そしてあなたが芳恵師匠に解決してほしい悩み事など、こちらもおはがきをお待ちしていますよ。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ、または近頃の若いもんは、係までです。結婚ってなんだではあなたの結婚歴、そして近頃の若いもんはにはあなたの年齢もぜひお書きくださいませ。たくさんのおはがきお待ちしています。誰も見てないな、大丈夫。男たちは AB ロードを取り出した。早くしろ、 FIT ページだ。格安航空券、レンタカーの予約、ホテルの予約。 FIT は自分で作る旅のページ、格安航空券など役立つ情報満載。男たちは有給休暇取ってアメリカでゴルフしちゃうの。 AB ロード好評発売中。新人、なんでトラックのホームだよ。
車が好きなもんで、それでガテン見たんす。車もええけど、荷物も好きにならなあかんで。はい。そしたらわしの荷物も積んどいてんか。車にこだわるあなたにも、ガテンにはいい職場がいっぱい乗っています。さだまさしのせいやというわけで、もうお別れの時間になってしまいましたですね、600字文学大賞、我々自身もね非常に楽しませていただきました。うん、白いものに何かを残すって難しいですよね。ああ、いいこと言うね。大変ですよね。何にもないところに、何かを作る。で、しかも、その、何かを、で、汚すのではなく、そこに何かを作り上げていくという作業ね。はい、まあ、この番組を通してですね、まあ、この番組が入り口になったなんていう人がいてくれるとね、幸せですね。これ、ハガキをまず書くということから、真っ白なハガキに何かを書くということからスタートして、それで読まれる、例えばパーソナリティが褒める、そのことによって自信をつけていく、もっといいものが書けるようになる、さらに自信をつけていく、そんな中から将来の文学者とかですね、詩人、俳人、作詞家、こういった人たちが輩出してくれることがですね、私どものこのせっかくやってるセイヤングというコミュニケーション、ハガキコミュニケーションラジオのですね、夢でもありますね、山下さん。そうですね。ね。しかも今回、文学の香り高い軽井沢で。そうですね。設定がいいんだ。設定が良かったですね。そう。外には白樺が、時折白い金をね、この、見せておりました。振り返ると、薄らばかが。失礼しました。それは冗談でございます。広田君、山下先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。セイヤングは、ハガキコミュニケーションラジオです。お便りの宛先は全部一緒です。郵便番号 160-02、文化放送、さだまさしのセイヤング、それぞれの係宛です。先ほどお伝えした通り、さだは来週、再来週、お休みをいただきます。来週のセイヤングは、太田秀明君が、豪華ゲストを迎えて送るセイヤングスペシャル、結婚ってなんだ。そして、再来週はですね、宇都宮義江師匠が、お送りする、近頃の若いもんは、これでございます。さだは3週後にお会いしたいと思います。どうぞそれまで元気でこの番組を楽しんでいただきたいと思います。3週後に元気でお会いしましょう。今週までの今週もお付き合いありがとうございました。お相手はさだまさしでした。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。